日原駅は島根県鹿野足郡津和野町枕瀬にある西日本旅客鉄道山口線の駅特急スーパー沖停車駅の一つとなっているかつては東駅と岩国駅を結ぶ岩比線の建設計画が存在した相対式ホーム2面2線を有し交換設備を備えた地上駅上りホーム側に駅舎があり互いのホームは マスダ法の校内踏切で連絡している。駅舎は、プラサマクラセ会員郵便局との合築となっており、さらに、日原公民館マクラセ文館とも渡り、廊下を介してつながっている。日中のみ、発見業務が行われる簡易宅駅である。駅の管理は新山口駅が行う。ホームには、星のふるさと日原と書かれた、王道中に星座をあしらった看板がしつらえられている。 ホーム上には乗り場番号表がないが、改札口では上記の番号で案内されている。なお、上下線とも両方向の入線、発車に対応。1日平均の乗車人員は41人である。2004年度は99人、1994年度は138人、1984年度は149人だった。近年の1日平均乗車人員は、 以下の通りである。駅前を島根県道二百二十五号線が、さらに線路を挟んで、反対側には国道九号線が、それぞれ通っている。なお、当駅から前出島根県道二百二十五号線を、道なりに、北へ約一点三キロメートル行ったところに所在する、枕瀬交差点と道交差点を挟む、国道九号線と国道百八十七号線から、 東側のエリアに、金融機関や役場関連、医療機関などが集中している、津和野町役場もこのエリア内に所在する。日原駅バス停特急、スーパー沖の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。